なんかカメラがあるっていうだけでなんか変な緊張があってどどかですよねありがとうございます忘れてます今日のテーマはお手手つないでですやっぱりフォークダンスのお話たくさんいただいていますねアップルスマイルさん 中学高校生の時の文化祭ではフォークダンスがありました。普段異性と手をつなぐ機会なんてなかった私。 この時だけは憧れている先輩や気になる男子と手をつなげるチャンスと思うとワクワクドキドキでダンスをしていましたいろんな人と手をつないでいると結構汗ばんでじとうっとしていた手もありそして憧れのあの人とのダンスの前で曲が終わりってことあるあるですよねっていただきましたしそれから「森のプーさんさん、ん、ダビからありがとうございます。手をつないだ思い出」。 友達とブルーインパルスを見に行った時ものすごいお客さんの数だったので会場に到着するまでみんなで手をつないで子供に戻ったみたいな気持ちになったことを思い出しますといただきましたではメッセージをご紹介しましたアップルスマイルさんと森のプーさんダビョンさんそれから十和田市のエレガント忙しいさんからリクエストをいただきました。香手をつなごう あやか手をつなごうお届けしました初メッセージありがとうございます伊藤さんとはとなっているので RAB の他の番組には送ってくださったことあるのかもしれませんね青森市の霞相さんですありがとうございますファックスでお送りくださいました次男の話なんですが幼稚園に入園した頃すごく不安だったんでしょうねその時年長組だった 長男の教室へ逃げ込みずっと長男の手をつなぎながら離れなかったそうで先生の計らいもありその日は年長さんのみんなに遊んでもらい楽しそうに帰ってきたのを覚えていますかわいいね <laughs> もう弟や妹がいる方はこういうお話たまらないですよね私もそうなんですけれど めんこいねお兄ちゃんはねずっと覚えてると思うんですよこういうことで多分弟くんは忘れてるな <laughs> メッセージありがとうございました今日のテーマお手手つないで今日誕生日の方がいらっしゃいました平川市のブーゲンビリアさんです昨日やっと田植えが終わりほっとしていますとそうでしたご疲れ様でしたあの田植えと言いますと 昨日ちょうど農家の方にお話を伺ったんですがやっぱりまだまだ知らないことたくさんあるなと私反省しましたのがあの雨がそれなりに降ったり、まあ、さほど強くなければ私田植えってできるんじゃないかなと思っていたんですけれどあの機械によっては雨に当たると困る機械もあるんですってね。あの田植え機 苗を植えるのと同時に肥料を一つの機械からまくことができるものがあるんですってするとそその肥肥料料部分分に雨水がが入っってしままうううと肥料固まっちゃうそうですですからその田植え苗を植える作業かつ肥料をまく作業が両方できる機械の場合ももう雨に降られちゃうと作業できないんだっていうお話をあの農家の方から教えていただいてとても勉強になりました。 ですから、まあ、ここしばらく土日、ね、ずっと雨でしたからね思ったようなスケジュールで作業できなかった方も多かったんじゃないかなと思います、ね、こちらの方もほっとしているというお話ですけれどもそんな中「今日私誕生日なんですと」とおめでとうございます朝から誕生日メールや LINE で何件か届いて嬉しいですでも3台ある洗濯機の1台から水漏れで廊下が川みたい大変ですうわ 水漏れって絶望的なな気持ちになりますよねよりによってお誕生日にあでもこれはあの新しくそのねなった年の悪運をもう誕生日のこの日に使い切ったと思いましょうねでもあれですね明日土日だから直してもらうにしても業者さんには早めに連絡した方が良さそうですよね大変でしたね。そしてテーマでもいただいています。20歳の時 中水炎で手術をするときもうで今みたいに全身麻酔でなかったのですごく怖かったときに看護師さんが優しく手を握ってくれました本当嬉しかったです大丈夫だよって手を握ってくれたんですねでも終わった後看護師さんにチーグなしと言われていました <laughs> そうかそうか終わるまでは優しくしてくれたんだけど自分なしと言われてしまったと今でも忘れることができない思い出です。ということなんですけれどお昼前後ね雨強く降るという予想になっていますから空の様子注意しながらお出かけになってくださいね。 ご主人とお買い物ということですから何かお誕生日プレゼント買ってもらったらいいんじゃないですかね、いいお誕生日をお過ごしくださいでも洗濯機が心配ですねうん。メッセージありがとうございましたそれから弘前のようこちゃんありがとうございますさっちゃんがんちゃんママおはようございますおはようございますこちらも雨の朝ですと 青森にいる娘が早産気味で入院した時当時2歳の孫を預かることになったんです寂しさと不安でいつも手をつないでくっついていましたうーんでしょうね2歳でね2歳だとどうなのかなお母さんこれからお産をするっていうようなそのね事情もぼんやりとしかわからないでしょうからね不安だったでしょうねっおばあちゃんにずっとくっついてたんだ うん、そんな孫も4年生になりおばあちゃん一人暮らしになれば一緒に住んであげるねと言うんですもうその言葉だけで嬉しく気持ちでつながっていたいですねってうーん、ね、優しいお孫さんに成長されましたねきっとおばあちゃんがたくさん愛情を、ね、かけてあげたからこそだと思いますよ。メッセージありがととうございいまますす心からの言葉だと思います ピンポンパールさん戸和田市からです今日こちらは肌寒いですと戸和田そうですか気温ねちょっと上がってませんもんね今日戸和田は中時代で18度ということですただ戸和田も今ねあの合併後非常に広い範囲が戸和田市ですから場所によってもまた違うと思いますけれどもピンポンパールさんのメッセージ お題ですが、我が家は夫婦で目を患い、天気が良い時や夜は段差が分かりにくいんです。ですから手をつないで歩いています。恋愛中や新婚当時の若い頃は周囲の目が気になって手をつなぐことができなかったので、その時の分も今は手をつないでいます。これからも夫婦仲良く過ごそうと思いますといただきました。お便りなさってくださいね。メッセージありがとうございました。 それから <laughs> こういうメッセージを読むのに気合がいりますねどういう感じで読んだらいいのかな、うん、素直に読みます弘前市の雨でも畑さんあ、今日もお仕事中かなお疲れ様です<え>手を握るですか今でも嬉しい時悲しい時ダーリンが握ってくれますそうするとほっとして心和やかになります この人を選んで良かったなぁと再認識してます。まあお幸せ。もちろん寝るときもしっかり握って寝ます。てへ。<laughs> メッセージありがとうございました。ご覧いただきましてありがとうなし。この動画がいないと思ったらグッドボタン、チャンネル登録。 よろしくお願いします。